こんにちは、キコです。ちょっと今日インド寒いのでね、ブランケットかけてます。今日は宇宙語久しぶりにやってみようかなと思ってます。どんな宇宙語がいいかな。今ちょっと必要な宇宙語っていうのを下ろしてみて、それをずっとちょっと喋ってみてますので、皆さんにまあ必要な宇宙語っていうのかな、私にも必要で皆さんに必要な宇宙語っていうのを話していきたいなと思っています。で、ちょっと宇宙語なんですけどね、すごいね、喋り出してからみんなすごい変わるってやっぱ言うんですよね。私も一つちょっと動画出してるのがあるんだけど、一つじゃないか、何個かあるんだけど、やっぱすごい人気なんですね、宇宙語喋るのはね。やっぱ喋りたい人もいっぱいいるんだと思うし、あと宇宙語、まあ、簡単に結構やっぱ喋れるようになったって言ってくださる方が多くて、なのでまあ私の聞きながらね、みんな喋ってみるっていうのがすごくいいと思いますので、まあ、ひたすら私もちょっと5分ぐらい喋ろうかなと思いますので、まあ、聞いていただいてもいいし、自分の音をね一緒になって出していただいてもいいと思いますので、宇宙語やってみましょう。じゃあ行きます。ヘルペドロレスキートロスキースキルデベル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 ハバテベル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 あるときはどれだけ食べてもらっ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 てアブドルタビロジョキブルドハラジビキャラテシブルドルテルテルテキロジキュキャラテキャラテハロキャトルテルジョキティテルテティテルテビロジアブドルテブルテルジブ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 シャベルティケーションでレジュー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 シャベルあまりにもより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 よ
はい、ちょっと子供がいっぱい話しかけてきやがって本当に人が宇宙語喋ってるのに頼みますよ、ちょっと踊らないで、本当に宇宙語中ですから。ペダカラメイトゴロ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 エネルギーの音みたいな、なんかそんな感じですね。でやっぱり宇宙語ってね、一人一人全然音が違ってて、でみんなね、なんかすごくね、あの宇宙語喋るようになってやっぱすごくいいって言うんですよね。あのやっぱブロック解除されちゃうから、でちょっと静かにしてお願いだから、今お母さん動画撮ってるから、すいません、子供たち自由すぎだよね。インドね、静かにしてっていう人があんまりいないから、静かにしないんですよね、あんま慣れてなくてね。日本だと静かにしていっぱいあったんだけど、そう、声のねトーンがね、静かにするっていうのはあんまないんだろうね。すいません。それで、そう、宇宙語喋り出して結構やっぱカルマ浄化されるんだと思うんだよね。だから地球の方に意識向けてると、輪廻転生があったり、カルマがねずっとある状態だと思うんですよ。で今それの浄化してたりするんだけど、宇宙語話し出したら多分ね浄化されちゃうんですよ、一気に。だ自分にあるブロックとかがね、あと過去世のカルマとか、まあ、そういうものがすっごい一気になくなっちゃうんじゃないかなっていう、なんかすごいすごい変わるんですね。私もやっぱすごい変わったし、うん、でやっぱ変わる人がすごく多いんですね。だから、まあ、一刻も早く恥ずかしがらずに音を出すっていうのをやっていただくといいんじゃないかな。もうね、この音を出すことによってね、やっぱ泣く人もいいんですよね。自分がやっぱりね、魂が響くんですよ。ベルベルベルみたいな感じで喋ってるだけなんだけど、な、魂に響く音っていうのかなっていう感じになりますので、まあ本当に自分の音を出すっていうのをやっていただくといいんじゃないかなと思います。じゃああともう一回ちょっと喋ってみようかな。じゃあ今度は明日あるね、最近明日あるつながるようになったから、明日あるの音ちょっと出してみようかなと思います。じゃあ、アシュタールにつながります。アテトラトルホボドルティティレエテレトラアテティティポティティトレティケハトルツケロエテレティトラヘティティティラトケティアチケティラテケレテトラアトラテケレエレテルトトレティティティパティレヘケロティトラスケアルケロスケティティティトカテティリティキティティトルアトルティトルアトルティエレテケティトラタハトルツケロアトルエティティトラアタキティトラトラティエシュスケアティトルヘテルトルティティリケアティトトレティエレティトラタタラアルケルトルティティリケテレテティアトトルティヘティトルティハロトルティトルアテレエレティティトラアガケケルヘテエレティトルアバアテティティラハトトルティティびっくりしちゃった。全然音を出したことない音が出てきた。あっててて。なんかね、みんなにメッセージだと思うんですけど、今、うん、
やっぱアシュタールってねすごく今いろんな人たちにやっぱつながりたいみたいなんですね。で今受け取ったメッセージはもっともっとこのねアシュタールにつながる人が増えるといいなっていうのと、アシュタールってもう言葉をね思い出すだけでっていうのかな、だけでねやっぱすごく覚醒するみたいですね。どっかでやっぱりスターシードの人とかスタなんだっけ、そういう宇宙でね生まれ変わってたような人たちっていうのはもうね分かるから、そう、そのね、まあ、シンボルというかね、目印になるようなのがアシュタールになるから、もっともっとこう意識してアシュタール調べてみたりとか、アシュタールっていうものの、まあ、セッション私も今度受けるんだけどセッションでもいいし、まあ、こういう感じで、ライトランゲで下ろしてもいいしチャネリングで、つながってもいいと思うんですけど、つながることによってやっぱ本来の自分っていうのにねどん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 目覚めていくよっていうので、すごく頼もしいメッセージでした。すごいびっくりしちゃった今の音、出したことない音出てきたからね、笑っちゃいそうだ、ちょっと出しながらはい、では皆さんもやってみてください。ではまた。さよなら。